ストレッチポールストレッチポールは株式会社 LPN が製造販売するフォームローラーの一種アメリカ合衆国で使用されていたフォームローラーをもとに開発されたストレッチポールは人が直接寝て使用する器具のため開発時には効果を損なわずかつ使用時に痛みを伴わないような適度な高度と使用後には元の円柱状に復元する 粘性が求められたため、双方を実現する素材として発泡レフィン系樹脂を採用している。ストレッチポールは、その上に寝て、エクササイズを行うことで、本来、人の手が届かない体の心臓部にある筋群、関節を緩め、骨格を整える健康器具として、主に使用されている。また、姿勢維持、安定に重要な役割を果たすコアの強化を目的とした。 使用方法もある。日本コアコンディショニング協会でも公式ツールとして採用されている。現在は理学療法士など医療従事者もその効果に着目し、医学的検知からの研究が始まっており、ジャカシンポジウムでその研究結果が発表されている。また、2007年6月には世界理学療法連盟学会でも研究発表が行われている。 その効果に注目したプロアスリート、トレーナーがストレッチポールを採用し、パフォーマンス向上、故障後の早期競技復帰に貢献。その後はフィットネス用品としてフィットネスクラブ、スポーツジムなどで多く採用され、サッカーの中村俊介やバレエダンサーの草刈民代が使用している映像がテレビ番組で放映されたことで、広く一般的に家庭内でも取り入れられるようになった。 現在ではアスリートからタレント、モデルなど体のケアが必要な職業ではスタンダードなツールとなっている。2014年よりアメリカでのストレッチポールの販売もスタートし国外にもシェアを拡大している。米国ではセルフマッサージやバランストレーニングに用いられることが多いが日本ではストレッチポールに沿って仰向けに寝て行うエクササイズが一般的である。 メーカーの LPN も公式エクササイズとして紹介しているのはすべて仰向けに寝て行う方法である。スポーツ現場などではアスレティックトレーナーやアスリートが円柱型を利用して様々なエクササイズを行っている。最もベーシックなものはストレッチポール EX。直径1 5トル長さ9 8トルである。その他に 直径 12.5cm、表面に干渉材が入っている、ストレッチポール MX、EX が半分に切られかまぼこ型になっており、長さ 40cm を並べて用いる、ストレッチポールハーフカットがある。AB、ストレッチポール開発費は、ストレッチポール公式サイト。LPN、2015年1月31日閲覧。品質へのこだわり、ストレッチポール公式サイト。 LPN 2015年1月31日閲覧ソフトポールロング再反応知らせ日本コアコンディショニング協会2015年1月31日閲覧ストレッチポール公式サイト効果的な使い方ストレッチポール公式サイトストレッチポール2020年1月16日閲覧非公式ストレッチポールマニアが教える極上エクササイズ30 ストレッチポール公式ブログ、2020年1月16日閲覧、ありがとうございます。